こんにちは、みかげです。今日はこのできた指輪削っていきたいと思います。楽しみ。はい、ゴミ箱も出しました。これから削っていきます。この前と同じくここをガリガリ取っていきます。ここにはめてこうですよね。そうです。こうでもいいんですか？こうでこうバリバリ取っちゃっても、もうやりづらかったらそれでもいいです。どっちがこっちがそれね、どっちも粗いです。粗い。スタートです。こんな感じにちょっと頭が落ちました。もっとですね、あと1ミリぐらいですね。はい、はい。黙々と進めて。そう、教えてもらったからこの前。覚えました。最近筋肉モリモリになったね。ついにマシーンですか？マシーンを使います。はい。安い100円です。はい。はい。これ、はい、足のスイッチがあるんで、足のスイッチ右側にこれですね。ああ、はい。これを踏むと回ります。あ、本当だ。オイルマシーンと一緒です。はい。家で練習していてよかった。そう、それで。これ今どっち回りなんだろうな。こっち回りか。うん。はい。じゃあこうだな。そうです。手前に行く感じ。それで全体を削ってあげてください。はい。足の踏み方で速度変わるので。はい。あんま早くやるとボンってなっちゃうんです。はい。程度です。わかりました。弾いちゃうってことですよね。そうです。持ちきれなくて自分が。あと熱くなってくるんで。はい。ちょっと冷ましながらですね。そうですね。はい。爪もね、同じとこをつけてると熱くなっちゃうんですよ。ちょっとあったかくなってきた。もうこんな感じ。まだあと半分ぐらいあります。そうですね。あと半分ぐらい。はい。やっちゃってください。はい。そうですね。そこで上下しながら。これで周りだいたい削れたかな。結構ポッポしてますけど。だから後で直しましょう。はい。次内側。内側どうやって磨こう。今指のサイズどうですか？はい、ちなみに。はい。ちょっと一回置きます。あ、大丈夫です。大丈夫。はい。もうあんまりあれですか？緩くしたらちょっとまずいです。緩くしたらまずい。はい。そしたらあんまり削りたくないんで。はい。手のパワーですか？いや、手のパワー怖いんで手のパワー、みかげさんの手のパワー強そうなんで指で持ってますからね、重いものね、指先で。その先っちょを細かいのに変えて、今の粗かったので。はい、細かいのに。これはい、持ってもらって、ここをねじると、はい、もうちょっとですね、カチッと守ると。ダメだ。そっちもね、多分カチッっていう気がする。あ、本当だ。ペンの毛。はい。で、こう差し替え落ちここです。大丈夫です。はい。やってはい。ではこれで内側を軽く一周取ってあげてください。内側。あんまり回転。これどうやって持ってるんです。このまんまでこうやってやります。だから結構手が熱くなるんで。はい。でくるくるくると右手を動かす。ボコボコがなければ大丈夫。ボコボコこれ線になっちゃって。線になってます。はい、とこが一個。ちょっと押してもらっていいですか。足を。ありがとうございます。綺麗だった。今度これ今細かいんで、はい、これで周りも。ここまでしか。はい。はい、あとこっちもですか？そうです、横もです。全体にかけてあげてください。はい。熱々です。熱々。はい。今ちょっと熱々です。ちゃんと編集の時に話をちゃんといろいろうまくつなげてくれるので楽しいです。ありがとうございます。あと補足入れるんですよね。うん、ちょっと入れてます、ね、あれの時は。固定されてるんだ。動画がずっと。まあちょっと動画撮ってるんでやめてもらっていいですか？うるさいな。うっせいや。うさけだ。ドラマみたいに変わらないじゃん。パッパッパッ。私のは人生のドラマなんですよ。そうでしょ？人生のドラマ刻んでんだ。ここ使いますよ。皆さん使いますよ。人生のドラマですから、すべてがね。私は。これで、このシーンと。こういう小傷をねやってるんですよ。この小傷見えるかな。この小傷、ここね、今これをこの状態にしてます。そういえば磨くのとかやっぱり好きですよね。バイクの金属のとこ磨いてたから。マフラーとかね。俺昨日動画、回ってると思って20分喋ってたら回ってなかった。そういう時もあります。みんなあるあるです。軽快に喋ってはい終わったと思ったら赤くなってないんだ。危ね。すげえ辛かったよ。ショック受ける時もありますよ。そのシーンとかその喋り方っていうのはもうその時しか出せないんだよ。2回目じゃねえダメなんだよ。だそうです。私はもう一回同じこと喋るけど。だから作文とか論文とかも一番最初に書いたのが一番いいんだよ。実は手直しすると文章的には上手くなるんだけど、最初のが本当は。切り終わりましたか？はい。切り終わりました？まだ。だいたい削れましたけども、もうちょっとやった方がいいですか？一回じゃあスルッと刺してみましょうか。はい、はい、だいぶいいです。はい、そしたらこれを、はい、今度先っちょこれに変えてください。いけるかな。握力が問題。やります、やります。多分手汗がすごいんですよ。あ、いけた。手汗。手汗。手汗かいちゃうから。これ。それ。で、カチッともう一回。はい。はい。これで。これに。はい。今布みたいなのがついてるんで、はい、これに研磨剤っていう。すいません。大丈夫。落ちました。全然いいです。ちょっと待ってくださいね。はい、それは研磨剤っていうのをつけて、磨いていきます。はい。研磨剤これなんで。はい。これこういう風ですか？つけて、それで撫でてあげてください。はい。そしたらツルツルしてくると思います。ああ。かなりツルツルまでいくんです。あ、折れるもんなんですか？細い 0.3 ミリとか。この研磨剤がここにあるんですけども、磨いてビカビカにしてます。安間さん、これ黒くなっちゃうんですけど、はい、あ、大丈夫ですか？そしたら研磨剤つけてあげて、そこもう一回撫でてあげると研磨剤取れてくると思います。あ、そうですか、はい、じゃあ黒くなったからってやめちゃいけないんですか？はい、やめちゃダメです。黒くなったのは研磨剤がついてるからなんで。はい、あ、本当だ。それが取れてくるとビカビカですか？ビカビカになります。黒いのつくのは表面に傷があって、傷に粘りついてる感じですね、研磨剤が。だから黒く見えます。はい。本当だ。黒いの取れたとこビカビカ。なった。もうちょっと外側、こっからなんですよ。こっからですか。はい、そしたら先に内側をやっちゃいます。先に内側。はい、あ、それね、多分入らないんで、うん、このこいつが。ああ。なんでまた付け替えます。あら。ちっちゃい輪っかに付け替えます。ああ、本当だ。外、左ですね。はい。この子ね。はい。で、これめちゃめちゃ金属厚くなるんで、はい、挟んでやります。はい。これをここに。すごい。ああ。ここに。あ、そうすればぐるぐるってやるだけで、ああ。ありがとうございます。これなんて名前ですか？なんだろう。ハサミ。リングバサミ入れました。あんまり知らないこれこうやってやるんですか？で、それやった後にリング触らないでくださいね。めちゃめちゃ熱いんでやけどします。まだや、もう全然やっちゃっていいです。ぐる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 ぐりぐりぐり。しかも右からと左から両方やってあげてください。わかりました。こんなやつがちょっと見えないか。結構遊ばれちゃうな、私って。左手を固定してあげるとやりやすい。その板でいい。そこに置いちゃってください。で、今度これを入れ替えます。これを。ああ、このままですか？で、触らないようにしてほしいんで、ここを閉じたまんま。閉じたまんま。そうですね。こうですね。はい。そうです。はい。で、またそいつを板に固定してあげて。そうですね。それのが強く。はい、結構。てください。岩井さんそれめっちゃ熱いから、うん、落とすときはこれまだやったもん綺麗じゃないですか。気になればって感じです。気になった。気になったら永遠に永遠に気にしちゃうんです。やばい女。まだやる。まだやりたいですね。はい。すみません。だいぶ綺麗にはなったけど、小傷はありますけど、ここら辺とかには気になります。かなり。あんまり削るとうちが大きくなっちゃうんで。そうなんですよ。そんなもんで大丈夫かな。黒い線がいるんだけど。どこ？この一番ちょうど60の位置に縦線が見えます、ね。これですか？はい。それ傷なんですけど、はい、痛いですか？痛いですけど、あんまりやっちゃったらあれかなと思って、ね、あんまり強くはやってないですけど。あんまりやんない方がいいかも。うん、滑らしてるような感じで一応やってるんですけど。うん。うん、ちょっとやらしてもらっていいですか？はい。すみません。ありがとうございます。すいません。はい。はい。で、ちょっと冷やすんですか？ちょっと冷やします。はい。ありがとうございます。すいません。じゃあ、続きの。ちょっと今、内側を磨いたんですけど、こんな感じですね。外側を継続して、ちょっとやっていきたいと思います。例えば、はい、ザラザラしたもの、はい、あとはボコボコしたもの、はい、あとは叩いたやつとか、はい、あとは本当やすり目で終わらす時もありますし、なんでしょう、ガサガサしてる、そうガサガサしてるやつとか、あとはもう本当にツルツルっていうのもあるし、あ、こういう普通なんですよね。はい。はい、だから横だけザラザラにしてみたりとか、真ん中だけずつ、ちょっとキラキラして横はキラッとして、はい。いろんなやり方が。ちょっと今頭の中で考えますデザイン。熱々くんです。ちょっと磨き方のコツが分かってきました。ここで押さえつけてた方が私はやりやすいです。そうですね。動かさない。はい。熱々くん。結構こうをつける技を覚えたんで、だいぶ綺麗になってきました。はい。キラキラ。これ逆方向ももう一回一周します。熱々くんです。はい。これにします。国旗です。あ、シルバーという国旗ですね。はい、金属の名前がわかるやつ。はい。はい。